土砂崩れが起きた現場付近です。これから行方不明者の捜索活動が再開されます。先月30日、由布市湯布院町川西で大雨による大規模な土砂崩れが確認されました。住宅一棟が巻き込まれ、この家に一人で住む麻生茂樹さん70歳と連絡が取れなくなっています。昨日は雨によって捜索活動は中止となりましたが、今日は午前8時から警察と消防合わせておよそ60人で捜索を再開しています。